今日ちょっと本当すみませんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ僕ずっと人生やっぱ、うん、スジャダラパーさんに変えていただいたんで、はい。その感謝をいつかは絶対伝えないといけないなとは思いながら、<laughs> 感謝とまあいろいろはい。でそれが今日になりましたんで。<laughs> 見てるこの,、ね、あのファンの人っていうか、そういう人は、もう大体概要は伝わってんの。そのどういう経緯で、スラダーパイが好 <laughs> そもそも論から話せばいいのか、<laughs> <あ>何なのかってことだよね。何にも伝わってないですね。す何も伝わってないよね。<笑><笑>完全なの思いつきです。そうでしょう。だから、そのぴょこたんがやってる、はい、漫画家としてみんな認識してるってことだよね。漫画、ね、特殊漫画っていうかあ。まあ、そういう感じになります。だね、ただ、漫画も今、僕ちょっと、その、 限界を感じてましてまあそういう配信者とか YouTuber みたいなことからちょっといろいろ人生を転換期に来てましてんうん、うん、あいろいろねそれは、はい、メディアとかみたいのがそ,のそれこそほら今までだったらこう作って CD 売ってとかっていうのは変わったじゃないですか<ー>本当に。はい だその冗談半分だけど僕とかもいやそろそろだからこう顔出しして何かやってるっても古くないみたいな。あやそっちもありますよね。マジでううあのやっぱり僕の中ではもうスチャダラさんたちがもう10年先を行ってる年齢的にもね年,にも年齢的にも世の中で活躍しだしたタイミングとかもうん、うん、なので。 本当、道しるべというか、うんうん、になってるんで、そういう意味でも本当ありがたいというか。いや、だから顔なんて晒してる場合じゃないんじゃないです VTuber とか、それ早いんじゃな、ね、いもう、今さ、その、音楽のライブとかでも、その、顔出てない人も多いじゃないあ、あ<の>多いですね、はい。で、晒してないってさ、最初出てきたときは、 どうなのってねう,うちらみたいな前からやってる人思うわけじゃないでもその多分おじさんたちはみんな言ったと思うし<ー>だけどそ,そっちからしたらさ「いや何さらしてんですか?」みたいな感じなんじゃない<あ> <laughs> 時代が新,い新しい人からしたらさ僕の中ではもう中学の時にした皆さんが普遍的なその軸をぶらさずに何かこう少しずつアップデートしていってる感じがもうそうなんですかねだかそういうういことね<や>うちらほらほ まあ音楽のジャンルに一応いるけどさ。 音楽のところにすごくそれで自分らと同じような先輩がいたかっていうとそうでもないからみんなバンドやりたい人だったらこういうバンド見てこれになりたいんだブルーハーツになりたいんだと思ってブルーハーツみたいのをやるとかあるかもしれないけど、はい、あんまりほらそういうのがなかったから,から結局シティーボーイズみたいになりたいのかなとかさなんかどこかのタイミングで僕もその自分がスチュララパーさんとか皆さんに影響を受けてます、うん、っていうことを公言して大丈夫ですかねってなんか一回どっかのタイミングで聞いたんですよ坊主<あ>さんそしたら 全然いいよっていうふうに言ってくれたのがかなりいつだなんか坊主さんが遠、うん、イ君にね 64DD をねセット丸ごと渡してる瞬間遠 <laughs> イ君とか説明なしでどんどん言って<あ>大丈夫なの大,大,大丈夫です遠い <laughs> 君はまあ僕の、まあ、仲間でもあるデニーローっていうそうだね <laughs>、まあ、デニローロまあ坊主さんの界隈のまの、あ、そうですね説明がかなり、えー、そう,どうなの俊美君ってだからソウルセットの僕らの、まあ、同期のそのの俊美君の息子だから今でもミュージシャンになってさ あの結構活躍したりしてうちらも一緒に曲作ったりもしたりしたんですかそうですよねあのヒプノシスマイクでしたっけヒプノシスマイクその遠い句に64あげたっていうのはもう古いいにしえのでもその時点でもその見た時点でもうわっ古っと思ったんでいつだったか忘れたんですけどなんか千原さんの誕生日会かなんかの目黒のところでその坊ズさんがそれをあげてる時に僕がその悩みを打ち明けたら全然いいよみたいな。で。 むしろそういう人たち多いんだよって言ってそのやついさんの名前とかバカリズムさんの名前をその場で挙げましたああ、ねあ。確かにそうだから自分らに逆に言うと「さだらパー」のこと大好きなんですって言ってラップやっててなんか自分たちの思ってるのと違うなってなってる人とか見ると <laughs> <あ>わ気持ち悪いっていうか <laughs> その違うジャンルの方が意外と気持ち悪くないっていうかさあ<ー>なんかその。そ なんかその自分らもそうだったからそのそういうお笑いの人だったりた違う漫画とかそう,そういうのに影響を受けてこうなってるから、はい、なんか自然な流れのようになっててああ。じゃあ僕結構自然な生流れ<あ>そうあこ,れいいこれがわりと分かりやすく説明するときにそうそう僕らに影響を受けて変な漫画書き出したやつがいてとかっていうのが分か,りと分かりやすい。いやそれはマジでその時にそのふうに言ってもらったのがかなり。 あ,のありがたいなと思って、世代的にバカリズムとかも同じくらいでしょえっと、そうですね、うん、やついさんとか、まさにその、どこ下のあたりなんですけど、後々に僕も文献を漁ったら、やっぱ、坊主さんとかは、その上のサブカルビッグ3でしたっけ、うん、そうそうそう、はい、とかを影響を受けると、やっぱり自分らみたいなアプローチになるっていうのが、正しいんじゃないかなと思って。そのじゃあ、僕は DNA を一応、あんまり僕もサブカルビッグ3側わからないんですけど。そう,そう、1個上はわかんないのよ、だからその。 で僕らも三浦淳さんがじゃあ誰に影響を受けてとかっていうとささらに10個上になると、はい、そんな直接はやっぱ関係ないっていうか、はい、そういうもんだと思うんだよね。その噛み砕いた<あ>我々が噛み砕いたのを次の人がまた違うもんに噛み砕いていくっていうふうに<ー>だからツッピョコタンとかその割とその世代の人がいろんなことをやってる。 人がまあ人だらとかまあ電気グルーヴとかに影響を受けたっていう人たちは結構多いじゃない、はい、その周りにも多くいます。で、ね、そのちょっとずれてる人っていうかねそれそれで別にそれぞれの漫画だったりお笑いだったりなんかやってるっていう人が結構多いっていう方がなんか気持ちいいっていうかなんかその。 なんか、それはそうあるべきだなっていう。いや、それが、うん、しかも、僕、本当に誰かに影響を受けたっていうのが、もう、本当、オンリーワンなんです。うんうん、もう、土田さんに、僕も、人生。<laughs> 変完全も、考えられて。<laughs> もう、完全ですでそ,もそもそもは、だってね、はい、うちらがやってた、コロコロコミックの、なんか、あの。なんていうの、あれ、えっと、読者投稿ページに、はいあ,はい、あの、ね、投稿してきてた、<う>あの、が。 それもね、今日全部こうファイリングしてるんですけど、あ、そうですこれも人生の僕、ファイリングこれしてるんですよ。いや、だってさ、そこからスタートだから、キャリアの始まりはそれだもんね。はい、ほんとそうです。これにもうん、うん、その、千葉県のまあ高校生として、僕は予行として、ずっと、その、登校していてうん、うん。予行くんね。予行くんっていうやつがいるんだよ、つって。ほんと一番、なんていうんですかね、あの時の高校の時の僕の、その、もやもやした、あしかも、その、最近の、あの、 セブンティーブギーって歌あったじゃないですか。あ,<ー> <laughs> あれのモヤモヤした感じがまさに僕もそれで。やっぱ同じだよねそりゃ、ね、<laughs> そうですけど。自分この先何になるのかもわからないモヤモヤと。うんうん、でも、その時に僕一個だけあったのがやっぱ、スチャダラさんが僕のことを認知してくれてるって。そうか、そうか。めっちゃでかかったんですよね。そう,そうか、うんうん、そ,うかそうか、確かにな。はい。そ,れはそういう意味ではさ、だから、あの。 コロコロに送ってきてる子たちはもっと小学4年生とかさ、<laughs> はい、本当はそれが正しい位置で、はいはい、高校生でそれを送ってきてるやつ、こいつダメだなっていうかさ、ありがとうございます。そ,そ,それを含めて、なんかこう、なんからなんていうかね、あのうちらがシンパシーっていうか、可わいいなって思ったっていうかさ、でもそれがすごい、なんか自分らもそうだったなっていうふうに思ったんだよね。自分らも、あ,<ー>あの、 そういうなんかテレビ出てるような人たちとかそれより僕らだてやっぱ高校生の時に少し外れてる人がかっこいいと思ってたから <laughs> そういう人たちのことを見て<ー>どうやったらあれになれんだろうなみたいな<ー>ふうに想像した。 のと一緒だろうなと思ってもうその,その期間中が僕は高校が93年から96年なんですけどその間のそのスチャダラパーさんがガーッといったみたいな感じのところに立ち会わせていただいてたんでだからもう本当もし僕これいつも結構言うことなんですけどもしスチャダラパーさんが存在してなかったら僕は普通に東大行って弁護士になって、うん、今頃 もう,そうですよ死んでたかもしれないんですよ。<laughs> なんで死ない <laughs> かどうかわかんないんじゃないいや、まじでそういう感じがしてたんですけど、本当にあの出会いがきっかけで、この今の楽しい人生が本当ありがたいなと、常に思ってますだ。ある種、それはその間違わせてしまったみたいな <laughs> あのい罪悪感とかもあったりとかしてさ、ぴょこたん義理政府っていうか,なんかその、まだなんかやってるやつになってるからいいみたいな。あセーフですかあのほらあ これがさ、それを真に受けて真に受けてっていうかさだらぱってさとか言ってあのいやいつもだらだらして大人になっても遊んでばっかりで羨ましいんだよねって思っちゃった子たちがいっぱいいたわけあ、僕もまさにその人はいですましいです本当に何もしなくなっちゃって死んじゃったやつとかいるわけじゃんそれはそのまあ関係ないですよそうそうそうそれが、あそう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 じゃなくてってうう中ううちら頑張ってんだよみたいな。はい、本そう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 いうあの。 ダメなりなやつで頑張るのがおもろいってことが伝わってない場合もあったりとかしてさ絶妙なポジショニングというかそういうのもほんとね素晴らしいとう思うんです、ね、一番上をいかないんですけども確立されたここにいるっていうのがいやそうなんだけどでもただそれでそれを言い訳みたいにしてさ売れないやつもいっぱいあるわけ売れないっていうかなんかやろうとしないやつみたいななんかその <laughs> いやだってやるのがっこ悪いじゃんみたいな感じで<ー>だって下だらパーみたいな感じでさとか言っていやじゃなくてってうちら あまああ出たたからみたい,ないや、本当にじゃそれはもう分かってない。<laughs> いいように、勝手にそういう理解する人は、そいつがダメですそうそう。そうそう、だから、あの、ぴょこたんを今、ボーダーラインとして、僕らに、ね。ああ、ありがとう。もう、加減の一番下のビーズ。ここは結構が、まあ、でも、やった方だよね、みたいな。いや、これからもやらせていただきますんで,でそうだから、それで、あの別に、後で思うけど、はい、その自分らもさ、その、上の人たちを見てさ、なんか、あの人たち、いい具合に、こう、 ななんていうのかなふざけててメジャーに行き過ぎないでかっこいいよねみたいなふうに思って勝手に憧れたりしたわけじゃないその何、はいまあ、かねうん、はい、あるじゃんその例えば三浦さんとかっていつまで,でもさなんかこう自分を通してみたいな、うん、なんか<あ>絶対変なまんまだもんなとかさそういうふうに思われてるんだと思うん<あ>だけど、えー、そういうふうにも思ってますしあでもそういう感じじゃなくてもう僕はもう。 そこが一番いいと思ってますなるほど。あ、そうか、そうか。はい、これを正解というふうに。その、まあ、社会の、なんていうんですかね、ビジネスにもそんなに乗っからずにそ <laughs>、まあ、その、まあ、ね、やるべきところを、はい。そうね。そうそう。幸福度がすごい僕、今、高い、<あ>高いんですけどあ。それはでも正しいよね。幸福度はかなり重視した方がいいよね。はいはいはい、ベスト、そこが一番重視してまして、本当、今、楽しいのも、本当、おかげさまだなと。 ピョコタン自体は、えっと、今は、メインはどういう仕事をしてるの今は、えー、まあ、コロコロで、あの、野村さんにデビューさせていただいたことがあって、それからしばらく漫画家とか、うん、その、フラッシュアニメとかをやって、うんうん、で、ニコニコ生放送っていうを知りまして、うん、生主でデビューして YouTuber になって、うん、<laughs> で、y o u t u b e も今ちょっと食えないなっていうところまで来ました。<laughs> で、ここ2、3年なんですけど、ポーカーのプロポー、 プレイヤーに。えポーカープロ。はい。ポーカープロって知ってますもちろん分かるよ。あの、世界ではね、すごい、あの、あの市場もあったりして、よく、あ、はい、はい。ほらテレビでほら大会やってたりするじゃないですあ、そうです。スポーツチャンネルとかだとか。そうです。はい。あ、そんなところまで。はい。僕、今ほら、あの、なんかほら、幅広く何でも知ってるから。NBA とか、その、そうですよね。そうそうそう ESPN とかがあったりするよね、ああはい。あそうまさにそこでとかでやってる。あのポーカーを、 まあもう2月もなので、29日間全部ポーカーの予定でちょっと待ってまして。えー、それって、なんていうの <laughs> し試合っていうか、なんでプロのなんかポーカーのちょっとしたその自称プロみたいなやつの、その、うん、例えばライブ配信で戦ったりするやつもあれば、えー、自分でそのポーカー屋さんでこう一人でみんなを呼んでやるみたいなのとか。<laughs> 日本だとギャンブルとして認められないでしょ、はい、そうですね賭博法に引引っっかかるかかかかるるらら やる場合は趣味で集まってやってんだっていうそう,そうですねお金をかけないというンソーの健全版みたいなそャかソーで雀荘みたいな場所が街にカード屋さんがある今あのすんごい増えてて歌舞伎町のど真ん中とかにも200坪ぐらいなってきたりとかあありそ,うなえそこはみんな揃ってこうやってるわけだあそうです最近はちなみにあのよくほら見るやつはあのはい カって,いてラスベガスとか行って並んで何人かでみたいなのが基本のルールそれはそういう時こうがやりたい時はラスベガスとか近場だと韓国とか行って参加費を払ってお金をもらうみたいなそれも一部の、まあ、フォーカープロの,あのまあ職員のか先月ぐらいは行ったら、うん、あの小籔さんが普通にその大会出て同卓結構しました、えー、それはどっかの とこに行って、えー、韓国のカジノで、えー、小籔さんもなんかいだいぶガチで後悔やられてるみたいであ好きそう好きそうあそうですかそんな感じでつい先月あのたしました知り合いだと、ね、あとねあの森山直太朗っているじゃんあ、はいはい、森山直太朗の歌詞を書いてた岡ち町くんってあの作詞家の人がいるんだけど、はい、コンビはい。岡ち町くんも超ハマっ でも、てて前からあす,かあのすごくそういうのに行ったり、あのあ<ー>やったりするガちまちさん、あんま聞いたことないんです。おかちまちくんはね、あのお表にあんま出てない感じだけど、でも、直太郎の歌詞を書く人、もともとどっか遊びにし遊んだりすると、大体ポーカーやろうよってやるんだよね。あやっぱ、結構浸透してるんですね。今なので、そこが結構なんか上げトレンドだったんで、YouTube が一時期、がーってきたじゃないですかその時は乗っとけばなんか。 いい具合にこう、もう、なんですけど。まあ、だって、そな何かやることありそうだもんね、YouTube。はいはいはい、いろいろある。でも、今、なんか YouTube が、上げ止まりに来て。いや、そりゃそうだよはい。全員やってるもんね。あ、そうなんです。全員やっちゃって、こう、広告収入が、分配が減ってきたので、つい最近、ポーカーに、あの、全力、ベットしようかなって。まあ、全力、ポーカーだし、それもベットって言っちゃうと、なんかもう、なんかあれなるやつ。あ、まあ、全力。はい。全力で行かせていただこうと思ってて。あ、すげえ。え、それは、もともと好きな、その、 10年前からずっっとやってました僕は、ね、ボードゲームとかマージャンとかうん、うん、モノポリーとか,か,らからそういうの大好きだったんで、うん、桃鉄とか、うん、なので、うん、ちょっと前から好きで今タイミングがここだと思ったんでちょっと乗りました、えー、面白いっすねそけどどうなんですかね ちょっと変かなと思ってて、その皆さんは完全に軸があって。いくでもね、<laughs> 僕でもほら、それも途中から肩書きのところはラッパーなどっていつも書くど <laughs> な。などは余白を持たせて。そ,そう、など、というかなどでしかなくない、そのラッパーではなくないみたいな。<laughs> いやいや,いやいやいや。そ三浦淳さんもイラストレーターなどって,てあって、<ど>でも確かにそれしかないなと思って。その<ー>だって、 もちろんねライブやってフェス行ってとか言っいまだにやってるけどその認識だけではあんまり食ってるとも言えないみたいな感じもありますよそんなことはないですもん。<laughs> で僕さ結局ほら今車の仕事したりとかさ、はい、あと NBA が好きなの解説とかさ。はい、どっっちかっていいうううとそういう だから別に NBA がメインになっちゃえば確かにくてに、はい、精神的には別にサブってことなんですかメインが軸だわななどなる基本はさなどが軸っていうか<ー>だって頼まれたことやってるだけだからさラッパーだって別になんか仕事頼まれるからまだやってるけどもうラップなど誰もやりませんよみたいな。 いやなもうこの形で本当と居続けてもらえることのありがたみを本当僕あの最近もうだから b i s 漫画家などとかああはいだったらあのいいんちゃうあじゃあ漫画家などって言ったらいいと思う一応そうですねはいそうそうフォーカープロって言っちゃうとあっフォーカープロなんだみたいななっちゃうからわかりましたじゃあ漫画家などのなどの活動を広げていくと。 そうなのでめっちゃ稼いでていいっていうかこれはそうだと思うんだよね確かにじゃあ僕ちょっとそれにします <laughs> そういうその相談というか今後の人生のやっぱ先を行く人にガツンといただきたかったのもったのやっぱだって僕がパッと見てピョコタンやっぱ漫画描いてる漫画とかまあ変な、まあ、特殊漫画でもいいと思うけど特殊漫画などみたいな感じだと思うんだよね <laughs>、はい、やっぱそれがさの,あ<ー>あのキャラクターっていうかさだと思うからあ分かりましたそれはかなり、うん、あと 一応、僕、今日そうだ、あのー、いろいろね、大事にしている、うん、かつてもらったものとかも持ってきたんで、うん、一応、ここでね、うんうん、これもね、部屋にずっと飾ってね、何十年飾ったんで、もう消えてるんですけど、ねうん、これはですね、僕、はい、さそのだけなんか、ペンがね、違ったところで、う綺麗になってきて、あと、あ、新子か、新子坊主、はい、なんか全員で書いてくれて、94、これは、あの、 エルティーンっていう、なんか、雑誌かの時に投稿したらもらえたやつ、これで。何でも投稿してた人なんだよね。あ、そうです。サタラパーがやってればね。そうです。あの、エルティーンっていうちょっと女性向けの雑誌とコロコロコミックと、あと一番良かったのが僕のその、セブンティーブギの時にあった、オールナイトニッポンが3か月ぐらい、夏場にやられましたよね。あの、本当録音テープももうずっと聴いてました。あ、本当。はい。これもだな。 これ最初に僕あの、一番最初に衝撃を受けさせていただいたのが後、うん、楽園ホールでやったボンバーマン大会という覚えてますかコろコろのねあのいろんなライブもあったりリングの上でやったリングの上でやってそこでスチャダ・ランゲージとゲームボーイズを聞いたのが初めて音楽、ラップ聞いたみたいな,なんだこれってなってあそこでも。 雷が落とされている。神々のトライフォースの CM のところにスチャダラパーって書いてあって、なんとなくそういう人なんかいるんだなっていうことだけしか知らないで、ボンバーマン好きだから行ったんですよ。で、あそこの後楽園ホールの客席で受けたあの、感じが、これ、これでした。これ、この、これ、なんか。ああ、すごい。92年の。あ、すごい。これ、これ、大事に残してましたね。あ、その時のやつだ。その時だから、えっと、 まあ基本はボンバーマンの大会だから子どもたちが集まってもするしあとはでもシャダラパーのこと好きな女の子みたいなちょっとわちゃわちゃ来てるぐらい、はい、ちょっと来てるような感じだったかな<ー>そういうイベントだったね。そなんかあそうななんんんでですすかか、うん、やっぱ覚えてるんですかそんな一点のイベントも もちろん特にそのほらコロコロのイベントみたいなのあんまないからさあ<ー>、うん、でボンバーマン大会っていくつか,なんか行ったりしたけど、はい、あのボンバーマンすごい数でできるようになったりテレビいっぱい並べてあって、ね、あ何人も参加できるみたいなのとか、はい、で自分らもボンバーマンよく遊んでたから、はい、ボンバーマンで戦ってる気持ちの面白さすごい好きだから、うん、<laughs> その子供がやべやべっつって挟まれてるとかさ、はい、<laughs> そ,それを見てあすごい記憶ある。その時 なんだろうライブをリング上で何かやった記憶があるんですか、ねうん、で、このサンタフルワールドっていうのがもうちょっとしたら出るんで、これクリスマスになったらこれ開けてくれよってなんか言われてたのが覚えてるんですよね。うんうんうん、そうだそうだ、その宣伝みたいなのも含めてやったのかな。はい、だからもう、あのライブを受けた瞬間に僕がこのピョコタンとして、うん、あの成立した瞬間なんですよ。<laughs> スイッチ入ったんだ。入りました。あそこ、そこでもう人生が、あそこが僕のターニングポイント。だなるほど。それを言うと、僕はビースティボーイズっているじゃない。はい。あの、ライブを後楽園ホールで見たんだ。あ、そう。それもどっかで、何か、僕も文献で見ました。そう。つまり、そこ、そお、そう、あ、後楽園ホールなんだね。後楽園ホールです。僕も。やばい。あ、同じですか。同じだ。後楽園ホールでビースティボーイズを見たことによって。バチーンって、スイッチが入ったっていう。 えっとその時は三人とかなんです。何人か？えっ,ね、えっと兄さ兄とシンコとあとその友達他に何人かでみんなで行、はいはい、ってわってあのライブを見て<っ>あの盛り上がった。あのリングのところなんですか？あの、えっとね、場所はあの。 ステージが多分作られてライブはやったけど席があったりして、はいはい、でも場所は行楽ホールだった、えー、だからなんとこの岸区も同じ,ああじゃあ雷が刺さった場所がいやなんかどっかでそれ見たんですよね僕もののスチャダラ誕生秘話みたいなところでうんうん、うん、でじゃあそこでライブしたのはよくやってたことなんですかスチャダラさんはえと、ね、僕らはライブはやってないけど行楽ホールでライブやったのは多分なくてその。はい ビースティーボーイズのライブもなんでこうラグーンホールでやるのかなっていうぐらいあんまりそういうことをやるような場所じゃなかったと思うんでけどなぜかそこであったからそれを見に行って。 ほんと偶然だけど<ー>そこで初めて僕はシンコにも会ったしあ,あそうなんですかシンコまだ高校2年生とかでま同じくらいなんじゃないですか僕でもその時は中学中3中3、はい、そうでも本当そういう時に見てびっくりしてラップかっこいいって思ったから、えー、同じ場所なんです、ね、あじゃあすごいですその時にじゃあ思ったことは分かっててあの時にじゃあライボンバーマン大会でライブする時は少しなんか気持ちとかもあったんですかそういうのはもう忘れてるんですかんないそこの時にはさ なんでそこになったんだろうな。でもそれもあんまり。 すごい理由があるわけじゃないけど多分リングがあるからそこで大会だったらいいんじゃないとか言ってコロコロコミックが考えたんだと思うけどリンまたいでマイクを持ってなんかターンテーブルとかもあってそういうの全てがなんかねガツンときたんですよねあとゲームボーイズのあの歌詞とかの「あれは何だの?」とかそかかそそこがもう本当に僕のターニングポイントになってなのでちょっと僕これからもちょっと人生大丈夫ですかね だとするとあ,の、はい、あれじゃない甲羅拳ホールで何か行かなくてやるとこがんかいいそこでほら分かんないポーカーの大会があそこで行われるの,の最後決勝がとかさ すげえ漫画のなんか最後みたいでいいんじゃない、はい、<laughs> あ確かにそこですごい一手で死ぬみたいなのがそこで来たそこの客席にいたやつが後のボーカー世界チャンピオンになったりとか、うん、そう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 何か DNA を受け継がせないと僕もじゃだめですか,か、うん、だからボーカーじゃないことをまたそいつが始めるみたいな <laughs> あ,あ,あそういうことですか<ー>はいそれを見てそこで完結に向かうんじゃないのあそれをまあずっと、まあ、延々と続けていく感じですかもう。 よこまあ、それこそぺこたんとかそういう他のねあの才能ある人が何かになってデビューしたりとかしてるのを見ると、はい、あの自分らの役割が一応済んだような気がしてるわけんだっていうかつなげてできよかったなっていうまあ先代から続いたものを何かしら伝わってやついくんや何かが生まれたことがいやだとしたらやっぱあのその下の世代の人たちも でもいるじゃん私そのぴょこたんの下にも何か別の<あ>それこそなんか、ね、やっぱ変なやつが来るときに、ね、やっぱ僕は土屋さんから僕絶対変なやつだったってもう自覚があるぐらい変なやつだったんで <laughs> う<か>もうほんと迷惑かけたなと思ってるんで <laughs> もうそれでもこうしてやっていただいてるのがもう <laughs> マジでありがたいんで変なやつが来たときもやっぱ優しくしようっていうのはやつねですか自分のほら何かを、ねはい、好きで来てると思うとあ、はい、じゃあ何かこれを。 おもいいいことになななっっててくればいいなってあるじゃそれさえつながればなんかその、うん、仕事はなんか一応なしたっていうかさなんかつあーそのポーカーなのかそれがポーカーもな,ど、うん、なんで、ね、どうなのか分かんないけどねどそれがねそれで本当に有名ですごいお金持ちになった人はそれがまた面白いしねちょっとなのでこの先もちょっと、ね、まあこういった今一応天気にも来てましてでこの動画をやっていただけるのも僕の人生の一つのなんか 通過点というかもう本当これ三十年かかって、ようやく。なんで。なんかすぐやればいいの。ねや、ユーチューバーなったら。ねドキドキしても。全然ダメだったんですけども、あ、本当ありがたかったですいいじゃん、なんか。いや、今でこういうことみんな軽くやるじゃないですか、ユーチューブのこのあれとかさ。そのインスタライブ。軽くやります。はい。やるから、そう、別に。全然そんなのはいつでも。ね、できるし。ただ、いろんな他の、その大物の人とかとは軽くやれるんですけど、やっぱ土沢さんは本当僕のその。 神レベルのところにいら, <laughs> いらっしゃいますので、ちょっと。神々の。でも本当今回は神々というか、ほんと聞いていただいて、それを聞いていただいて、こうしてやってい,ただきましたいやたいなと。いんか期待期待っていうか、まあそれでどうなるのかなっていうね。なので、ちょっと5年とか10年スパンとかでもいいので、今後もちょっとあ、ああ、もちろんもちろん。この機会を作らせて、その人生の答え合わせをさせていただきたいと。逆にだからさ、僕らが何かほら、 オファーしてさ、これを書いてくれとかいうの、またやるのをやればいいんだよね。<laughs> いやいや、もう、そんな、本当、も恐縮すぎてですけど。ちょっと、引き続きなので、あの、僕が。 影響を受けた加減のところにいるっていうことを今公言していただいたんでそれを糧に今後も活動頑張っていきますんでここをボーダーとしてみんな頑張れよそうですね僕より下行ったらもう単なる大人間でここじゃ加減のラインで僕は支えてますんでだってさ本当優秀になってる人が意外とねアイドルとかさ宇多田ヒカルさんとかだってもう好きだとか言ってた人がそうなるとさなんかもう だから、まあその、ピョーターも十分頑張ってるけど、ここからまたさらに、ポーカープロとして。いや本当にありがたいお言葉いただきまして、今日じゃあもう、これでもう僕も本当に、もう、向こう20年ぐらいは、これでいくって、生きていきますんで、いや、本当、ありがとうございました。ありがとうございます。引き続き、あの、ライブとかもまた見させていただいて、活動を終わせていただきます。どううもありがとございました